違うだろう。最近流行りなんですよ。皆さんこんにちは、パチンコ必勝本のびわ子です。今回はですね、CR ガロ、新しいガロを打たせていただいてるんですけども、現在プレゼントが2名様、そして今図柄、前回で図柄揃いで、敗北しちゃったので、今潜ってる、潜伏してるかもしれない状況なので、今回もね、どんどんプレゼントを増やしていけたらいいなと思います。見てやってください、眩しい。この番組はパチンコ必勝ボンドリームスの美和子さんが人気機種を実践し、大当たり回数や収支などの成績によって視聴者プレゼントを獲得していく番組です。前回に引き続き CR ガロ、レッドレクイエムを実践、ご覧の条件でプレゼントを獲得していきます。中尾だよ君。美和子のラブファイター。映画も公開された人気シリーズの最新代 CR ガロレッドレクイエム、大当たり確率は 358.12 分の1、各変突入率は 82% です。大当たり割合、へそ入賞時、電柱入賞時の大当たり割合はご覧の通りです。下アタッカーの出玉が約390個、右アタッカーが約1000個と、アタッカーによって出玉が異なっています。ゲームフローです。通常時赤字柄で当選すると、右アタッカーの大当たり消化後、魔界ラッシュに移行、大当たり中のバトルボーナスで勝利すると再び魔界ラッシュへ、敗北すると時短99回のザルバチャンスに移行します。通常時青字柄で当選すると、下アタッカーでの大当たり中ファーストバトルが発生し、勝利すると魔界ラッシュへ、敗北すると通常化、潜伏各変のガロモードが最も厚い3つのモードいずれかに移行します。バトルに負けてもチャンスがあるのが前作との違いです。すいませんでした、すいませんでした。美和子さんの遅刻から始まった前回、実戦の調子はよく190回転で初当たりをゲット。1回転だったのは偉いんだよ。そのまま立て続けに6連チャンでプレゼントは2名様。通常に落ちるものの、前半戦終了間際に通常図柄で当選、ファーストバトルには負けましたが、潜伏各編の可能性あり。ちなみに今回最後まで見ていただくと、ものすごいもの見れるらしいですよ。潜伏してるかな。あ、震えた。あ、これ当たったな。震えてます、ボタンが。8か。
開始早々引き戻し、今日はついてるよ。そしてセグはこれ。じゃあテレビの前の皆さんに判別結果をどうぞ。なんと調査中、皆さん一緒にドキドキしましょう。ランは中攻撃ですね。そして魔界ラッシュへ。はい、9回目の問題なんで3名様です。順調でございます。早くも2連チャン。侮ってると後悔しますよ。なんか変なカード、なんかテレホンカードぐらいのカードないですか。どうしたの美和子さん。ここ隠したいんですよね、バトル中目に入ってしまうんです。セグを隠したかったんですね。もう覚えちゃったんだ。何でもいいです。避けないです。あ、そうそうそうです、そうです。バトル中は見ない方がいい。これ魔界ラッシュ、今変装が3つ残ってるんですけど、これが当選した場合、おそらくスターアタッカーなだと思うんで、できる限り電柱で消化させた方がいいです。よし、変装なくなった。あ、もうあかんで、ね、ガガガ撃退か。負けじゃないですけどね。中尾さんだけど大丈夫かな。やった、ボタンが震えてます。八角です。八濃厚です。どうなるかな。好調すぎる。あ、はい、あ、中尾明とダルバと女の子がいるんですけど、ダルバと中尾明はその大差はないんですけど、気持ち的に嫌なんですよね。美和子さん絶好調。
危ない、マジやばい。避けて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 、箱ください。すでにこれだけ積んでいますが、これはまだまだ序章、お楽しみに。まあ横の C 型はお助けてくれた人の顔が乗っていきます。でこれが全部溜まって20連勝すればスペシャルチームは見れるよっていう。私基本的にホラーバトルが好きなんで、カオルもあるそうです。プレミアでストーリーで大丈夫か。12回目のお題だったの、4名様です。先ほどから中尾さんばっかり。この丸い鏡は何でもどのバトルに行きます。終わった、魔界流大合流、魔界流だっけ、大合流終わりました。星3つですけど、星5つです。諦めたらそこで試合終了だよ。いやー無理かな。ですよね。負けるべきして負けるバトルがいいです。さあ時間です。はい、ダルバチャンスはこの数値の色と誰もが出てくるセリフの色が重要で、まず数値ですね。数字が青、緑、赤があって、緑以上ならチャンスです。ダルバのセリフも白か赤しかないのかな、私はそれしか見てないんですけど、赤ならチャンスです。緑、赤、来た、これです。セリフがビョーンってきて、ダルバの炎が出れば熱い方です。炎、赤。召喚チャンスと超刹那とかってあるんですけど、これ弱い方なんですよね。バイブとかないかな。します。今のボタンを押して、顔が完成すればその時点で、お題です。終わっちゃうよ。でもまだまだこれから。はい、この台の待ちどころなんですけども、ガラを打っておられる方なら入りやすいと思いますけども、きれいな100万完成、実写実の稲妻が赤、稲妻赤お願いします。お金と言って悪いですけど、今は当たらないです。どういう根拠なんですかね。持ち玉もどんどん飲まれていますが、今回のすごいやつまだかな。早く見せてね。ここでお便りのコーナー。はい、琵琶湖のおはがきのコーナー in わらび。コーナー in まだ痛いんですけども、早速新潟県、鴨市麻酔様、ペンネームがなかったので麻酔様ですね。いつも楽しく夫婦ともども拝見しています。ありがとうございます。いろいろな番組で琵琶湖さんがある日の高見沢さんのファンらしき言動を見受けしました。私は武道館のあのバイトもやっており、 BA の前に立っていました。それが20年前みたいな話ですね。で、客席とあのステージの間に落ちていた高見沢さんのピックを
今回送っていただいた、じゃーん、ちょっと嬉しかったです、ありがとうございます。あとこちらの増井様、巨人ファンらしいんですけども、中畑さんのホームランボールもゲットされたそうなんですけども、それはこのボールだけはさすがの琵琶湖さんにも差し上げることはできませんって言われちゃいました。今度触らせてください。質問、感想、文句、何でも送ってください。待ってます。お便りの間に持ち玉ゼロ、現金投資で実践。あ、パラゴヤ、バラコモードは1回転目だけじゃ勝っちゃうって。あっという間に640回転。バカ野郎、甘えだろうバカ野郎。しかしその諭吉さんでも特に何も起こらず、4人目、あっという間に4人目投資。すごいやつまだかな。行くだ行くだ行くだよ、まだ行くだ。あー、もうここで打ってた、ナイス。くそ、久々の軽いやつ。あ、ハートや、ハートやったで。後半発展せんかな。せめてやかに、せめてやかに、あー、レインボー、やっと当たった。ごめん、うるさかったね。やっと当たった。あー、疲れた。お疲れ様でした。ありがとうございました。やった、やった、入れる、お願いします。レインボーとか危ないと思ってるな。ようやく引き戻し。そしてここから琵琶湖の快進撃が始まったんです。最低右で当たった。まずはサクッと2連チャンでプレゼント5名様。5名様です。やばいな、危ないかなと思っても、今日の琵琶湖には関係ない。これがガローの魅力でございます。10連チャンもサクッ、15連ちゃんもサク、そしてついに、あ、こっから清本さんになるんですよ、席が。なんとめったに見られない棺ステージへ突入したんです。
時点でプレゼントが。お、33回だったんで11名様です。すっかり忘れてました、すみません。じゃあ当たりました、当たりますよ今回。キバの攻撃も。今の琵琶湖には関係ない。さらにこれだけでは終わらないんです。よし、これ出たんちゃう。全部ほらやった、全部制覇した。ってことはメインやつメダルエンディング、あのアイコンが全部終わったので、スペシャルエンディングを見るにはアイコン全部埋めて最後キーマバトルを選択すると見れるそうです。なのでやってみたいと思います。ちょっとここで補足、スペシャルエンディングを出す条件はご覧の通りになっています。琵琶湖さん知らずにいろいろクリアしていました。それでは皆様ご視聴ください。隙間バトル、どういうこと？ペインが出ないということは勝ちなんかな。どういうこと？条件キババトル勝利がまだでしたね。琵琶湖さん負けたらメタルエンディングなんかな。さあ皆さん、とくとご覧あれ、エンディングもなし。今度こそご視聴ください。負けたってことがある。まあいいよ、黙ってよ。
そして入りました。空気読んだでもこの台で時短です。意外と浅いでしたね。ファンには寒涙のエンディングも、琵琶湖さんにはあっさりだったようです。その後の時短はサクッと抜け、実戦終了。それでは結果です。190回転でサクッと初当たりを引き、大きなハマりもなく、あっという間に12回大当たりでプレゼント4名様。連チャン終了後、859回転までハマり危うかったものの、ご覧ください、なんと合計37回大当たりで実戦終了。お疲れ様でした。もう一時はどうなるかと思いましたけど、今回も通おうと思ったらなんとやらかしましたね。まあ長いこと生きてればこういうこともないとね、人生っていうやつもわからないものでございまして、さてそんなわけで投資が3万3500円の出玉が2万1600個で、大谷が37回、収支は5万4000円プラスです。この間の分が半分ぐらい返ってきた感じですかね。ありがとうございます。なのですが、プレゼントがなんと今回大盤振る舞いでございまして、12名プラス収支が3名様上乗せなんで、なんと15名様でございます。今回当たりますよ、絶対当たります。なのでどんどんおはがきお待ちしております。さて今回のキーワードを申し上げたいと思います。ほっほーほっほーほっほー倍中脇屋って書いてあるんですね。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。